きげんよう。ごきげんよう。ショータイム。二刀への友人やです。T 隊長です。隊長でございます。今日このタイトルとしたのは、はい、MBTI の、うん、公式側の人とお話しする機会がありましてですね、うんうん、公式の人に言われたのはですね、まず直感と感覚を聞きました。はい、これ僕が隊長と一緒に話を聞いて、うんうん、僕が受け止めて、うんうん、僕が書いてるので、うん、違うと思ったら言ってくださいね、はい、そんなこと言ってないですよって、はい、でまず直感と感覚を聞いた時に、うん、感覚の人はそのまま受け取る、うん、直感の人は僕の解釈では話を聞いてた中の、うん、自分の受け取り方をするんですよ、うんうん、オリジナルの受け方、はい、これ話を聞きながら、うん、多分違うとこ取っていくんでしょうね、うん、いつもそんな感じですもんねって話をした気がします。なんかこうやって聞きながら描いてる絵が、うん、オリジナルなんですよおそらく、うん、そこにいろんなものがくっついてきてたり、来てたりするじゃないですか、まあ、ガラクタなのかクリエイティブなのかが、はいはい、というお話をしながら強く言われたのは、うん、もうこのこと大前提なんですけど、うん、タイプこの E と I、うんはい、S と N、T と F、うん、J と P タイプの優劣はないよと、うん、でこれは心の聞き手だといい表現ですよね心の聞き手ですって分かんないですけどねそんなに感動するようなことめっちゃ分かりやすくないですはいあでも前から言ってますよねはい僕が F だと言っても、はい、右手が F ですよ、うん、T も使いますよね、うんうん、って言われると、うん、確かに今日僕あのまあ、雨が降っててダメなんですけど、はいうん、ライブがあるので、うん、自転車に傘を、うん、傘を持ちながら自転車こいできたんですけど、はいうん、左手で自転車操ってるやと思うと、うんまあ、そういうことなんですよね、うん、全部使ってる全部使ってるっていうのとトレーニングして使えるようになってる人もいるって話ですよしてないだけか私はそうですよこう例えばこう右手が利き手の人が、はい、右手を怪我したって言ったら、はい、でも左手ばっかり使ってたら左手で上手に箸も使えるようになるわけじゃないですか。はい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 。なんかこうトレーニングすれば左手もよく使えるので環境によっては利き手じゃない手をずっと使っててすっごい使えるような人もいるっていう話をしてました、はいはい、っていうところなんですよね、うん、なのであといくら N 未来を見通す人なんて言いますけど、はいうんうん、能力でもないと、うんうん、心の利き手で能力でもないと、うん、おっしゃる通りなんですよはい、っていう話があり、うん、主機能みたいなものは、はいうん、使い勝手が自分の中では使い勝手が良くて、うん、制限がなければずっと使っていたいものが、うんまあ、主機能であり、うんまあ、各タイプのこの自分が心の利き手で使ってる方っていうのがずっとこの使い勝手がいい自分にとっては、うんうん、っていうレベルのものだよと。で例えば僕がうん、ENFP なんですっていう話をしました、うんうんうん、だとすると主機能が NE、うん、で第2機能が FI、うんうん、で第3機能が T、うんうん、でレッド機能が SI、うん、にはなるがこれはタイプらしさ、うん、成長させる順番、うん、序列だ、うんうん、というふうにおっしゃってました、うん、でこの序列っていうのを、はいうんこれあの MBTI の公式の本、うん、MBTI タイプ入門職場編なんですけど、うん、序列っていうのは例えば、ENFP はまずさまざまな可能性を探求し主機能 N、うん、自分が大切にしていることから考える、うん、補助機能 F でより良い解決方法のための理想を言えばそれからさらに論理 T、うん、で最後に事実 S も考慮に入れて問題解決のプロセスを進めてみましょうと、うん、でこの方法を習得するまではこの重要な決定をするときには自分の反対の思考を持つ人に、うん、例えばある問題が起こったときに、うん、僕はこう考えたよっていう話をすると、うん、さっきの順番の下の方が足りてないときがあった時にそれが分かるっていうことですね、はいうん、なので意見を聞いたり、うん、自分が苦手だと思ってる、うん、例えば第三機能とかレッド機能の長所を見出そう自分の中でそっちを見出して左手を使おうってことですね、うん、
っていうことをやっていくと、うん、課題解決とか、はい、そういったところで、まあ、そう成長していくみたいなところじゃないですか。ユングが言うこの中年の危機、うん、若い時まではあの得意な自分で行くけど、うんうん、ぶち当たった時に、うん、あの完璧を目指してみたいな、この順番に使っていくって話ですよ、はい、N から来て N が通用しないと F 使って、それでも通用しないと T 使って S 使うみたいな、はい、っていうお話を受けですね、うんうん、なるほどと。で MBTI は何をやるのって聞いたんですよ。タイプを見るときに、はい、どういうふうにやるんですか、うん、どういうふうにフィードバックするんですか、うん、みたいなのを聞きましたと、はい、そうしたところ心理検査みたいなのはやるが、うん、それはあまり重要ではないんですと、うん、まあ、それをやって、まあ、話を聞きながらいろいろ開示していき、うん、タイプっていうのはしっくりくるかですと、うん、みたいな話なんですけど、はい、この検査をします、うん、で第一ではない、あまり重要視してないっていうのは、うん、どこかの動画でも言ったかもしれないんですけど、この三角形があり、うん、MBTI のその検査で分かるのは、うん、この三角形の一番先っちょの部分ぐらいでしかないと、うん、要は意識、はい、10% ぐらいなんですかね、 5% ぐらいなんですかね、はい、意識って要は自分が自分でだと思ってる、うんうんうん、この先っちょの部分がこの MBTI の例えば回答とか、うん、そういうので分かる部分はこの辺だと、うんうん、でそのセッションをする中で、うん、だんだんこの三角形の真ん中ぐらいに落ちていき、うん、ここ真ん中の部分、まあ、三角形のうちの3層に分けるとして、うん、真ん中の部分がこのセッションとかで分かってくる、うん、ベストフィットだと、うん、で MBTI の目的は本物の自分を探すための一番下の三角形の本当の自分を探すためのツールが MBTI です、はい、だ人のタイプは人の数だけあるそうですよね。そうで、それの手がかりですよっていう位置づけでしたよね、っていう ぐらいのものだよと、うん、でなので公式とかを受けると、うん、そのセッションを通じて、うん、この答えだけではなく、うん、なんかそういう何を見てるんでしょうね、本当に話し方とか見てるんでしょうね。見てるっていうか多分納得いくところに導いていくぐらいの感じじゃないですか、自分が相手が、相手がというか、あ、はい、セッションする公式の人にとっては僕がですね、そう、はい、そう、なんか腑に落ちるところを探していくみたいなっていうところなんでしょうね、うん、なので間違えることもあるとは言ってました。ずっと間違えたままの人もいる、セッション受けてもずっと間違えたままの人もいる、ギュッて握り締めてたらうーん、なるほど、うん、っていうようなお話、うん、で大まかに大体その肌感でいいので、はい、誰が多い、うん、どのタイプ、どのタイプが多いみたいなのを聞いた時に、うん、この多いタイプとしては、うん、まあ、ISFJ ですかねみたいなお話を、うん、あ、違う、日本人のタイプが ISFJ じゃなかったでしたっけ、多いのは外交じゃなかったです、ね、え、外交が多いんですか、あ、ごめんなさい、はい、日本が、うん、だと、それがそっちが正解かもしれない、はい、で大まかに多いなって感じるのは、うん、ESFJ、うん、ESTJ、うん、ENFP、うん、っておっしゃってました、はい、で SJ が4割、うん、NP が3割、うん、SP が2割、うん、NT が10割、10割ってか、うん、40%、30%、20%、10%、うん、みたいな感じですかねみたいな話をされていて、うん、僕はもうその話を聞きながら、うん、なんかもう従牛図の話してるじゃんと思ってたんですよはい、要はその辺が N っぽい、違う、ね、僕なんかオリジナル N になりたい人みたいですねそういうわけじゃないんですけど、はい、結局はそっかと、うん、MBTI もなんかその、うん、なんで僕は言われたんですよ、うん、あの二等兵さんも、うん、タイプを知りたいんだったら来ないでくださいと、うん、自分の本当の自分は何かと思ったら来てくださいと、うんうん、タイプが知りたいんだったら来なくていいですって言われて、うんうん、まあ、そうですよね、タイプだけを知りたいなら来るなって確かに僕は浅ましい人間ですねみたいな話をしながら、うんうん、